はい、どうもこんにちは、キヤさんです。今回ですけども、視聴者コーチング企画第2弾やっていこうかなと思います。で、今回は現在の段が、邪流でキャラクターはバイオリニストです。全体的に良くない点をご指摘いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ということで、まあ、任せてください。まあ、この企画ね、視聴者さんからその、ハンターとかそのサバイバーの動画を送ってもらって、どこを改善したらね、もっと勝てるようになるのかっていうのを、研究していく動画でございます。で、今回アントニオを選んだんですけども、トーハンターも共通のね、もう永遠の課題である、一人飛ばした後の立ち回り。なんか一人飛ばしたのいいんだけど、そのままね、3通電されちゃったっていうのが多いんで、その徒歩ハンター全般的に言える、後半の立ち回りをね、重点的に、見ていこうかなと思います。さあ早速試合見ていきましょう。まずは心理学者踊り子、傭兵小説家と。なるほど、まあ、今回編成的に、まあ、かなりアイテム消費しきってしまえば、まあ、なんとかなる編成ではあるんですけど、さあ小説家、まあ、小説家はちょっとアイテム消費は難しいけど、おいね、読み勝っていく。まあ、今回邪流だから、まあ、ある程度追い方とか、まあ、スキルの使い方は分かってる感じなのかな。うん、まあ、アントニーは特にスキル、まあ、スキル当てるのも大事だけど、まあ、スキルを使って牽制しながら、まあ、とにかくダメージにつなげていくのが大事だけど、これはちょっともったいなかったのかな。うん、これちょっとあれだね、板超えた先にも弦出せる位置にはいるんで、ここはもう少し早めだね。サバイバーがこの板をさ、先倒し、はい、しましたっていうのを見た瞬間、ここでも弦をすぐ構えて、まあ、最大射程、なかなか見極めるの難しいんだけども、ここで、板を乗り越えた先に弦出しておけば、なかなか乗り越えづらくて、まあ、ここで行ったり来たり余命が発生して、そのまま多分ダウンっていうのができた可能性がありますね。たってか多分できると思います。うん。そこがちょっともったいないかな。もっとしっかりと、目を見て、目を凝らして見ていくといいと思います。さあ、ここで、まあ、ここのね、障害物はね、基本的に長いし、めっちゃハンターどっちから来てるか分かりやすいから、ステイン誘導したとしても、うん、先回りはね、ほぼほぼ不可能。結構遠距離スキル、女王とか芸者じゃないと難しかったりはする。先回りは基本的に難しい。さあ、これで、あ、タグチェンか、いいね。ただ、これ、感謝多分いいけど、多分ね、感謝この場所だと、多分この辺はね、範囲入ってないと思う。この辺でギリ入るかどうか、だからもうちょっと、近づいて感謝を置いた方がいいかもしれないね。はい、さあスキル外したのはまあまあ全然いい。あ、これ、あー、引かれた、ナイス。まあナイス、キダグラスイッチで、ここで、あ、これね、一発食らった後ちょっとね、かなり硬直あるんで、板割ってから殴ってもよかったかも。お、欲張るね、絶対にスキルで当てに行くのか。あー、うまい。まあ当てれる自信があるなら全然今のはスキル待ってやってもいいとは思う。まあ外したら結構リスキーではあったけど、あー、オッケーオッケーオッケー。まあチェイスかなり早いな。まあとはいえ今回、最初に小説家追ってからの心理3発分殴ってるから、思ったより多分踊り子とか傭兵の回力が回ってると思われます。さあ、ここからどうしていくのか。まずは感謝を設置して、うん、ここの板を割っていくのもいいですね。さあ、ここからどうするのか。まあ多分このシーンで、まあ、傭兵救助は来るとは思うんで、さあ板割っていく、いいね。この待ち時間に板割るのはいい。ただこの間に隙を見て無傷救助されないようにだけは注意しなきゃいけないんですけども、まあこっからだね。アントニオとかトホハンターはファーチはうまくいったけど、こっからどうするのかよって、さあ肘当てで近づいてきて、あ、うまい、スキルはうまいな。あー、もったいない、これもったいないんですけど、これアントニオね、絶対にこのスキル打った後の硬直中に救助できるんで、その絶対にこの救助狩りは無理ですから椅子前で剣当てても救助狩りは無理なんで、まあ、諦めて、落ち着いて傭兵に DD を狙いましょう。今のは傭兵 DD でよかった。さあ、おお、強気。さあ、間に合うか。いやー、あー、ちょっと読みが外れちゃったかな。ここはあの板残しといてもいいことマジでないんで、まあ安定取っていくんだったら板割ってった方が良かったかな。うん、さあ、そのまま心理学者の効果が発動して3発殴んなきゃ、2発殴んなきゃいけない、厳しいな。おー、ラッキー、ラッキー、ナイス。惜しいけど、これまだギリギリ、これ分かりますかね、心理学者のさ、あのストレス反応残ってるんで、今の弦当たったんだったらもうちょっと我慢して、その乗り越えとかしなかったらもうちょっと待って、このストレスゲージをあの切れるまで待ってもよかったかもしれない。ワンチャンこっから伸びる可能性もあるんで、まあそれは余裕があったらでいいんですけど。さあ、ここでもう一回釣っていく、いいね。まあ、この試合ペース的に言うと、ここの暗号機だね、一番最初に回してた心理学者、ここが回しきれるかどうかで、まあ、かなり試合ペースは決まってくるかなっていうのを、最初にタゲチェンしてるからっていうのが、おお、うまっ、ゲンうまいな。うんうん、ここでダブルダウン取れたらかなり余裕ありますね。で、残りこれ4台の状況で、今からどっちか救助に来るわけで、小説家が救助、はいはいはい。さあ、ここから、さあ、とりあえずアントニオの無限殴りをやっていくのか。さあ、あー、このスキルちょっともったいないね。この隙間感だと、その音符と衝撃波なみなみ飛ばしたとしても、出てくる線の波っていうのが多分このラインで出てくるから、ギリギリこの救助者にも当たんないし、救助された人にも当たんないんで、もうちょっと弦はこの辺に貼ってあげると、ちょうどね、あの衝撃波の波がいい感じに出ると思います。もうちょっとこの右側にそれで出すといいと思います。はい、
さあこっからこれ粘るね。このシーン、まあこれアントニオこれできるけど、この技もね全然アントニオ強くないんで、さあキューズされてしまう。これこのシーン勝敗分けましたね。これなんでこれねダメかっていうと、このシーンで言うと、その球場、まあワンチャン枯れたらもうほぼ勝ち確になるじゃん。でもこの状況よく見てほしいんですけど、まずそもそも、残り暗号機がまだ4台ありますよ。4台なのでめちゃめちゃ余裕がある。でしかも1台はあのめっちゃ寄せてるんで守れてると、守れてるし、でしかもさっき傭兵をダウン取ったんで、ダブルダウンの状況プラス今ここに小説がいるんで、あの解読機回せてるのがもう踊り子だけなんだよね。踊り子だけの状況で残り4台で、残り4台といってもその暗号機新規回さないと1個守られてますよっていう状況なんで、このシーンだともう救助されてもいいかな、負傷してる人を増やして、とにかく小説家の本をはめさせないうちに殴って、でなんならねここ心理学者トンネルできなくてもいいから、もう一生誰かを釣り続けていけば、その負傷、心理学者負傷状態になります。救助された後で小説家ダウン取って釣ったら、で傭兵もダウンして無理だから、そのめっちゃ遠い踊り子が救助に来るっていう状況になるんで、このシーンは、とにかく誰でも救助させていいから、ダウンを優先させて展開を早めた方がいいですね。もうこれでギャンブルするのは本当に良くない。でこのギャンブルしてしまった末に起こってしまうのが、まあ無傷救助、しかもここで本が溜まってしまう。こう小説家に本貯められて救助はねマジで伸びるからな。さあここで小説がダウン取りに、ああ入れ替わりが発動する。もうこれ心理追えないな。でしかもさっきのあの危惧していたストレス反応があるんで、こっから心理大々にもこっから2発殴んなきゃいけないってめちゃめちゃしんどいと思う。で、タゲチェンして小説家を追うにしても小説家すぐ溜まっちゃうし、負傷もしないんで、まあなんなら小説家追いにくいかな。まあこうなってしまったら、傭兵のダウンしたい方向に行って多分釣り、さっきの場所にの椅子に釣るのがまだ多分強いかなっていう状況にはなってきますね。さあ、こっから瞬間移動して、これは、あーうまい！さあ瞬間、あー惜しい！これは、まあ運が悪いというか、あー惜しいね。アントニオね、これ昔は弦簡単だったんだけど、今はね、その段差とかに引っ掛けて弦の高さを出さないと、あのなかなか下ろせないんで、それは練習した方がいいかもしれない。多分カスタムとかであればすぐ、身につけられるとは思います。さあここでも追っていくか。まあここで追っていく判断ね、いい。まあでも誰にもこれタゲチェンできないんだよな、この状況になっちゃうと。っていうのも今、目の前にいるのがまあ小説家、まあ小説家はね、こっから追うのはかなり時間かかるんで、まあ負傷してたらいいんだけど、さあここ、あ、今のはね殴ってもよかったね。うん、あ、でもあれだ、心理にワンダメージ入ってる。まあここでダメージ入ったんだったら心理狙っていってもいいと思う。まあ心理飛ばしきったら、まあ最悪こんなペースになったら、まあ正直こういう試合になっちゃったらもう勝ちは諦めましょう。とにかく引き分け、おうまっ、ゲンうまっ、さっきからゲンはめちゃめちゃうまいな。はいはいはい、まあこうなったら正直言って、あの本当に、引き分けを狙いに行きましょう。さあここで寄せていく。はいはい、これね良くないですね。ここなんで良くないかって言ったら、残ってる暗号機が最後ここなんですよね。ここの椅子に本当は釣っておいて、向こうの椅子は温存した方がいいですね。っていうのもやっぱ最後回してる暗号機、ここでもしダウン取った時にここの椅子がなかったら結構遠くまで遠出しなきゃいけないんで、ここの椅子は、まあ、残しておいた方がいい気もしますね。まあただおもてなしパワーで足を速くして近づきたかったのかもしれない。さあギリギリ、まあ難しいな、こんだけ回ってたら椅子寄せないと間に合わなかったかもしれない。さあご利用して回していく。さあ間に合うかこれ。まあでもさすがにここから回しきることはできないか。なるほどね。まあ本当に最初言った通りで、もう残りはこの暗号機守れるかどうかって言った試合になってきて、ここでようやく一人飛ばしきった段階で、傭兵がダウンと。さあここから、まあ、持ち上げたら通電されてしまうから待ってるんですけども、このマッチはね良くないですね。うん、まあ今待ったことによってあのスキルが溜まったんですけど、もうスキルはいいんだけど、この状況でなかなか通電させずにサバイバーに時間をね与えるメリットっていうのは、自分のこの、瞬間移動のクールタイムを貯めれますよっていうのがいいんだけど、もうこの状況で、今のハンターさんはスキルが溜まっちゃってるんで、ここで、時間をかければかけるほど、まあ、今回祭司とか炭鉱いないからいいんだけど、祭司炭鉱がいた場合もうどんどんアイテムが溜まっていくんで、自分のスキルが溜まった段階で、もうどんどん行動を移した方がいいと思います。ここで多分待ってれば待ってる分だけその箱を開けるとかもできちゃうし、まあ、サバイバーに時間を与えちゃうんで、もうどんどんこういう状況は自分のスキルが溜まってたら、強気にいった方がいいと思います。さあここでゲンを、あー惜しい。まあここでダメージ当てるのはまあもう難しいだろうな。もうこうなったらもう傭兵釣っちゃった方がいい。釣ってとにかく釣り回数稼いで、まあとにかくその通電後に備えて釣り回数を増やしておいた方がまだワンチャン瞬間移動とかで借りる可能性があるけど、さあ追っていこう、追っていく、追っていくダメージ。まあでもここね傭兵、あ、下ろす、なるほどなるほど、じゃあワンチャンがある。あ、これワンチャンあるんじゃないか。あー、でもこれは小説が強い。まあ溜まってたからね。まあここでとにかく距離を離していって、通電をするのか。さ、通電するか。これさ、通電した。あー、でもナイス。
いいね、通電したけどそのタイミングでちょうど殴れたから、まあこれはかなりいい状況での通電が見込めたんですけどさ、マニアが、あー惜しい惜しいね。あーでもここね、ここさっき板割っておけばよかったのにって今ここで多分後悔してると思う。惜しい。まあ踊り子は強いな。まあこのね、ほんと板はね、めちゃめちゃそのゲートも近いし、そのよく使うんだよね、再利用されがちだから、板どっちかは割っといた方がいいと思う。さあここで諦めて釣りか。うんうんうん。まあこの状況はね、これね釣らない方が強いですね。釣らない方がいいし、今釣ってると踊り子が開けちゃってるし、そのなんなら用費用変ね、これ騎士会使ってもいい、使ってもいいから、踊り子をダウン取って、後々の瞬間移動とかでもう一回ダウン放置ができるんで、その方がいいですね。さあここで踊り子を追っていく。多分この間に救助来てるんじゃないかな。さあ、いや今のうまいね、あえて当たることによって加速を得てちょっとでも時間を伸ばしてる。さあ踊り子をダウン取った間に救助されていく。まあそうだよね。さあこの状況で、ああまあ今の踊り子のオルゴール破壊も、もう通電後の状況ってまず1秒が大事だから、壊さなくてもよかったかもしれない。でここの踊り子もこれ釣らなくていいですね。釣らずに、救助された側に寄りながら歩いていって、開けてる音が聞こえたタイミング瞬間移動でよかったかもしれない。あー間に合った、ナイス。うん、そうだね、ここも開いちゃって、多分この間に小説家が救助行っちゃってます。まあ一旦とりあえずこれ通電後、試合が終わるまで全部見ますわ、どんな感じになるか。さあここで傭兵が三つり目をしていく。で踊り子が救助されていて、小説家と、まあこれどうだろうな、残り引き止める20秒で切れちゃうから、切れた後の傭兵ってあそこ絶対無理だからこれワンチャン3逃げあるぞ、これまずいですね、結構まずい状況になってきましたね。さあこうなってくると、うん、サバイバーの待機位置もいいから救助がほぼ確定でいけるシーンではある。さあここはそっから溜まるんだ、強い小説感で、あーこれはこれは厳しい、これは負けですね。うんうん、まあでもよく頑張った、ナイスファイトですね。ここで危機と、危機一発が発動して3逃げと。はい、一通りの流れ見終わったんですけども、じゃあ通電後何が良くなかったって言ったら、まずね、ここのシーン、通電されました。でここですぐ投げたの、これめちゃめちゃいい。でこのチャンスをしっかり生かしていくのが大事で、もうこんだけサバイバー2人とも近くにいて、でなんならダウン今傭兵も相当殴ってるから、全然起死回生をね、貯めるゲージ遅くなってるんで、ここはもう傭兵はしっかりとダウン放置して、その傭兵のね治療の遅さを利用して、素早くダウンを取っていきましょう。でここの板破壊しないのはしょうがないんで、ここの板はすぐさま破壊しましょう。うん、ここはね今板割ってよかった。で割っといてから、ここのね、踊り行為、それが一番いいですね。もうここ2つ倒れてたらもう絶対追えないんで、うん、でここで板割っていくと、まあどちらかといえば、さっき俺が割った方がいいよって言った内側の板を割った方がまあ良かったかなと思います。でそのまま追っていくんですけど、ここでまだ釣らなくて、今見てこれ治療進度が 34% で、まだまだ起きれないよね、本当に起きれないから、思ってるように傭兵って起き上がれないから、そのダウンしたのが傭兵なんだったら、せっかくならね、もっともっと、ダウン放置してダウンを狙いに行きましょう。でここの音で今ポチポチしてる音が聞こえるんで、ここは本当に釣らずに、もうなんなら釣っちゃってもすぐ下ろしていいから、この状況でここで下ろして、でもう一回ここから追い始める、そのぐらいで全然いいですね。うん、なんならここでゲート近くで起死回生とか治療とかしてくれれば、すぐ瞬間移動で戻れるんで、なんなら起き上がってくれた方がいいまである。さあこのタイミングで追っていく。まあここでダウンはまあ取れたのはまあまあ全然 OK。 まあただ釣らずにダウン取って、じゃあここで仮に傭兵を釣らずに踊り子をダウン取りましたってなったら、このタイミングで、踊り子をダウン放置して、もう一回その歩いて傭兵の方に戻っていって、そのタイミングで耳鳴りが聞こえたら、もう確実に小説家いるんで、小説家も、ガンガン追いましょう。で墓まで行ったりとか、そのかなり、アイテム貯められちゃうなってなったら、そこでようやく、傭兵釣りをするのがいいと思います。うん、なんならこの踊り子に若干寄せながら行くといいと思います。で俺がさっき言ったここの椅子を温存しておきましょうっていうのができていれば、ここの椅子に釣って踊り子も近いし傭兵も釣れるしみたいなことができるね。それができればかなり、強い状況だったかなと思います。でここで踊り子をダウンして、この後釣っちゃうんだけど、まあ、ここでね、傭兵が救助されたんで、このタイミングで、歩いてゲートまで戻りましょう。まあ、こっから瞬間しちゃうと、まあ、それをね警戒して結構サバイバーって離れがちなんで、しっかりと瞬間移動は温存して、最後まで温存して、傭兵もしくは小説家をダウン取るといいと思います。ここでも踊り子はダウン放置しましょう。うん、やっぱこんだけね結構サバイバーが一箇所に固まってくれてるんで、どっちかのゲートにね離れるほどの、サバイバーの余力は今残ってないんで、しっかりと歩いていてサバイバーが寄ってるうちに、圧をかけていくのがいいと思います。でここで釣って、この後瞬間移動してしまうんですけど、耳鳴りも鳴ってるんで、まあ、ほぼほぼここで瞬間移動しちゃったら、もうこの後絶対これ救助行くじゃん。救助行った後に戻る手段がねもうなくなっちゃうんだよね。特に、東方ハンターと芸者とか、その夢の魔女とか
上とかその辺だったら全然いいんだけど、徒歩判断の場合はもう本当に瞬間移動を最後まで残した方がいいと思います。じゃあこんだけ瞬間移動を温存していつ使うのって話なんだけど、一番効果的なのは動けるサバイバーが一人の時、まあ本当にこの状況だよね。踊り子が捕まってます、で傭兵がダウンしてます、でこの瞬間で救助読みで踊り子の方にさ瞬間移動して、そこで救助ができたらめちゃめちゃ強いじゃんっていう状況を、まあ歩いてダウン取りまくってとかダウン放置しまくって作れたらその3通でも勝てます。まあそれがどうしても無理な広いマップ固形村とかだったらまあどうしようもなかったりするんだけど、まあそういった状況を作るような投稿で歩いて圧をかけるといいと思います。で今回アドバイスは置いといてね、この試合ゲートが開いてしまいましたと。でこうなった場合、まあ、傭兵をねここから釣っていくしかもう方法はないんですけど、ここで釣っていくとこれよく見てほしいんですけど、残りね、引き止めるの秒数はこれ、はい、なんと37秒しかありません。でこれなんとね釣っていると釣るあのモーションって意外と長くて、ここでなんやかんやしてると残り秒数が30秒ほどになってしまいました。でここで傭兵が眼鏡がここから発動するんですよねこの椅子耐久が長いんで、これねあの危機一髪とかその引き止めるが救助引き止めるが消えた後でそのまま救助来れるんで、このどうしてもね一人飛ばし切りたいっていう時はこの椅子に釣るんじゃなくて、もうめっちゃ遠い椅子に釣りましょう。ここで言うんだったら、まあそうだ釣れる椅子で言うんだったら、このもっと右の方にこっちの墓の方にある墓の目の前椅子とかに持っていくと、まあかなり救助は難しくなるかなとは思います。まあこんだけねゲートの近くに釣ってしまうとどうなるかというと、まあさっき起こった通りですよまあこうなってくると、まあ気をつけなきゃいけないのは誰が救助したかだよね。小説が救助言ってるんで、危機一髪を持ってる可能性があるとすればもう踊り子だけだから、まあ意地でも踊り子に救助行かせないようにするのがまあ大事にはなってきたりはしますけど、まあでもこの状況ね、どこのゲートに行ってるかとか分かんないんで、まあ正直踊り子が救助に来てるかどうかっていうのはまあ判断するのは難しいかなとはまあ思いますね。うん、じゃあ最後に今回のポイント振り返っていきましょう。まずはここの板倒し、先倒しを見たら、せっかくね遠距離スキル使えるんだからここで牽制してダメージにつなげましょう。二つ目、自分の使ってるハンターのスキルの硬直時間を意識しましょう。これはアントニオとかそのハスターとか泣き虫とかもアンとかにもいるんだけど、結構スキルを使った後の硬直中って絶対そのサバイバーが救助できる仕組みになってるんで、そのスキルがヒットしたとしてももう絶対焦らずに一発与えたら救助させてもいいから、ケバブをしないように意識しましょう。三つ目、今回これが一番大事かな。まあ余裕がある展開では救助がいって結構こっちにもリスクがあるんで、もうすぐスキル狙ってダメだったら殴って、救助させる、で負傷させて、もうここで心理学者飛び格なんだけど、なんならね小説家すぐダウン取って暗号機寄せられてる場合は全然釣り替えでも OK です。4つ目、通電間際の時は自分がねスキル溜まってる場合はもう時間かけてもサバイバーが有利になるだけなんで、とにかく行動を起こしましょう。で最後、通電した場合はすぐねサバイバーを釣るんじゃなくて、こんだけ近くにサバイバー2人いるんで、その2人をどっちか追っていく。でなんなら起こされてもいいし起きてもいいし、もうそのぐらいの気持ちでいこう。今回瞬間移動溜まってるんで、とにかく、追っていくサバイバーを増やしてゲートに触れるサバイバーの数を減らしましょう。まあといった感じですかね今回。まあ本当にチェイス部分に関してはめちゃめちゃうまかったんで、まあこの立ち回りに関して理解できれば もっともっと、勝ちまくれるようになるかなと思います。で今回このコーチング動画を通して逆に参考になる動画をね見たいよって方はアントニオの動画たくさん出してると思うんで、まあ、その中からねこの試合に近い試合を、探して概要欄とかに貼っておくので、よかったらそちらから、チェックよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。